はい、こんにちは、まーちゃんねる前原で す。はい、今日はこちらですね。うん、仮面ライダーエグゼイドデラックスシャカリキスポーツガシャットです。2016年9月17日に発売されたこのデラックスシャカリキスポーツガシャカリキスポーツガシャットですね。言えない。今日はね、パパにちょっと調子が悪いから、うん、言えない、ごめん。シャカリキスポーツガシャット、はい、これをですね、開けたいと思います。はい、はい、なんか箱もなんかゲームっぽい感じの箱になってて、確かに、うん、ね、この辺とかなんかゲームソフトっぽい、うん、じゃあ開けていきましょう。はい、おい、お、ここもね、おー、よいしょっと。お、思ったよりもちっちゃいね、うん、もっとね、大きいと思ってた。確かに。はい、こちらがシャカリキスポーツガシャットですね。はい、実際使うときはこんな感じで差し込むんだろうね、うん、なんかディスクになってね、未来的なディスクになってて、ここでいろいろ読み込むということなんでしょう、うん、で裏返すとここにバーコードがあって、自転車のマークがありますね。はい、スポーツだからね、うん、これも自転車のマーク。あ、そっか、これゲームのカセットなんだ。そうだね、そういうことだ。なるほどね。ここボタンになります、うん、はい、ではまずは絶縁シートを取りましょう。はい、はい、そしたらですね、ここにリセットボタンがあるみたいなので、はい、これを軽く押します。はい、はい、そしたらここのボタンを押すんだね。そうだね、ちょっとやってみようか。はい、おお、これ変身するときの多分あれなのかな、応答って感じだね。応答じゃない、こうこうやって変身って言って、おっ、あっちが音が鳴った。ああ、二つなんだ。うん。おー、なんかすごいゲームっぽい。ほんとだ。なるほどね。うん、じゃあこのシャカリキスポーツってやつともう一つ何か別の音声が入ってんだ。うん、ゲームっぽい。そうだね。うん、変身するときはこれで。で、ゲーマードライバーに刺すという感じだろうね、うんうん、いいじゃん。確かに光って鳴るところがいいね、うん、あと鳴るところってここじゃね。あ、そこ、あ、やってみて、うん、あ、ガシャッとこれ何今の。あ、ここは刺さった時の音だね、これね、うん、で、ここを下によ、うん、あ、ロックかかっちゃうの。あ、こっちで鳴んないんだ。あ、聞いちゃった。聞いちゃった。これ編集音だよね、今のね。うん、なるほどね。聞いちゃった。でもなんか良さそうだね。うん、編集音体験はすごく良さそう。うん、早くゲームドライバーが出てほしいなって感じですね。そうだね、これ楽しみになってきたね、うん、はい、ということで今回は仮面ライダーエグゼイドのデラックスシャカリキスポーツガシャットでした。よかった、うん、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンをお願いします。お願いします。そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録一覧にまあチャンネルが出てくるようになりますので、ぜひチャンネル登録もお願いします。お願いします。そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね。はい、それとまあチャンネルでは Twitter、Facebook ページ、Instagram もやってますので、ぜひそちらのフォローもお願いします。はい、お願いします。はい、ということで今回は以上でございます。バイバイ。